1号艇小島和弘選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。今シリーズここまでの船足いかがでしょうか。そうですね、全部いいと思います。もう初日からこの手応えあったんでしょうか。そうですね、初日はちょっと前の人のプロペラをベースに微調整してたんですけど、ちょっと違うなと思って2日目から自分の形に叩きました。どこか特徴というのはあるんでしょうか。今ですか。はい、全部高いレベルでいいと思います。はい、優勝戦ですが1号艇ということになりました。はい、ピット離れ ここまでどうでしょう。まあ、ピット離れは人並みかなと思います。はい、スタートに関してですが、ご自身勘と比べてどうですか。まあ勘通りいけてます。浜名湖のプールいかがでしょうか。大好きです。では大好きな水面でファンの皆様にメッセージお願いします。はい、インからしっかり逃げたいと思います。応援してください。2号艇渡辺英二選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。今シリーズの船足いかがでしょうか。伸びを中心にいいと思います。はい、好きなタイプの仕上がりと言えますか。いつもの自分の仕上がりとは違うんですけど、エンジンがいい分伸びてくれてると思います。はい、いいところを生かして。そうですね。はい、優勝戦に向けては何か調整考えてますか。いや、準優勝戦がいい足だったんで、この足を生かしたいと思います。道中競った場面もありましたが、はい、そのあたりの船足というのはどうでしょう。悪くないと思います。はい、優勝戦2号艇です。コース取りを含めどういったレースしていきたいでしょう。そうですね、まあ、基本は枠主張なんですけど、まあ、今節の足を生かせるようなコースからいきたいと思いますね。はい、スローダッシュスタートとしてはどちらの方が見やすいんでしょうか。タイミング的にはどっちも一緒だと思うんですけど、まあ船足を生かすんだったらダッシュですかね。はい、では優勝戦に向けてファンの皆様にメッセージお願いします。はい、地元15年ぶりか20年ぶりか忘れましたけど、久しぶりに優勝できるように頑張ります。3号艇若林芳人選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。地元浜名湖で初優出となりました。はい、お気持ちいかがでしょう。もう正直に嬉しいです。準優勝戦振り返って船足いかがですか。まあ、満足できる感じじゃないんですけど、まあ、バランス取れていい足してると思います。優勝戦に向けてはもう少しこうしていきたいなという部分はありますか。もう微調整で天候に合わせるぐらいと考えてます。準優勝戦ではいいまくり差しが入っていきましたけれども、その辺の引き波を超える船足だったりどうですか。いや、もうたまたま入っただけなんで、いい角度で入っていけただけなんで、はい、エンジンいいと思います。優勝戦は3号艇です。コース取り含めどういったイメージで行かれますか。そうですね、今日寝ながら考えます。近況リズムも良さそうなんですけれども、何か変化というのはあったんでしょうか。いや、エンジンに助けられているだけですね。地元水面なんですが、ここまでスタートに関してはどうですか。まあ、勘通りいけてるやつといけてないやつがあるんで、集中してスタートしたいと思います。では最後にファンの皆様にメッセージお願いします。地元静岡で優勝できるように精一杯頑張りますので応援お願いします。4号艇加藤隆選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ここまでの船足いかがですか。そうですね、出足回り足中心にいいです。もう上位のレベルと言えますか。そうですね、伸び以外はもう上位だと思います。優勝戦に向けて何か、はい、やること残ってますか。そうですね、ちょっと気温さっき11レースで気温がちょっと下がっててプロペラ回りすぎてたと思ったんで、明日ちょっと戦おうと思います。ここまではプロペラは触ってないです。優勝戦に向けてはちょっと手を入れると。はい、優勝戦4号艇です。はい、コース取り含めどういったレースをしていきたいでしょう。はい、そうですね、まあ外になるとは思うんですけども、まあ自分のスタートの分かるところから行きたいと思います。そのスタート今シリーズどうですか。そうですね、一本持ってるんで、思い切って言ってませんけども、浜名湖はちょっと早いなと思いました。はい、では優勝戦に向けてファンの皆様に一言お願いします。はい、マイペースで頑張ります。よろしくお願いします。5号艇吉田亮太郎選手です。よろしくお願いします。お願いします。
今節ここまでの船足いかがでしょうか。船足は合えば行き足出足が良くて、はい、そういうエンジンだと思います。結構こう天候に合わせてプロペラ調整はなさってる感じで。そうですね、全然毎日気象が違って、回転なかなかちょっと合わなくて毎日やってるんですけど、合う時と全然合わない時の差がありますね。準優勝戦はどうでした。はい、準優はちょっと前半がやっとなんかちょっと感じよかったんで、それに近づけたんですけど、ちょっと失敗しちゃって、そのままレースも行くことになっちゃったんで、そこからレース自体も失敗してますし、はい、気温の変化ちょっと先を読んでいく感じにならないといけないんでしょうね。そうですね、もう5日経ったんですけどなかなか難しいです。優勝戦は5号艇です。どういったレース心がけていきますか。そうですね、進入からどうなるか分かんないですけど、勝てる位置からいきたいと思います。ここまでスタート感いかがでしょう。スタートはダッシュよりはスローの方が分かってます。では最後、優勝戦に向けての一言お願いします。はい、最後しっかりいい着取れるよう頑張ります。応援お願いします。6号艇中口博隆選手です。よろしくお願いします。お願いします。ここまでの船足ですが、どのように感じてますか。はい、開催始まった初めに比べればかなり上積みはできたと思います。現状どのような船足と言えますか。ちょっと出足セカンドぐらいがまあまあな感じですかね。はい、優勝戦に向けては何か考えていることは。はい、もう少しプロペラ調整していきます。一番求めていきたいところはどこなんでしょうか。正直言えば全部欲しいんですけど、どうですかね、ちょっと微調整して考えます。優勝戦は6号艇です。コース取りを含めどのように考えてますか。行けるところまで行きたいと思います。ここまでスタートですが、ご自身勘と比べてどうですか。いつもよりは決まってます。では最後に優勝戦に向けてファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、とにかく全力を尽くします。ボートレース楽しんでてください。